皆さんこんにちは、瀬田はるかです。本日はカズサモナーク様にお邪魔しております。そんな今日は私の単独企画なんですけれども、70代に向けたスキルを身につけろということで、本日はこちらゴルフバディさんの提供で私の70代に向けて必要なスキル磨いていきたいと思います。今日はこれを使って入れちゃいけないハザードとか、自分の番手の距離感の認識とかちゃんとやりながら頑張っていきたいと思います。今日はですね、マネージャーさんと一緒にラウンドしてまして、瀬戸春の70代はいつ出るんだみたいな感じになってるので、縦距離当てクイズもしながら、一ホールパー5なので確実にパー、ラッキーだったらバーディーっていう感じで回ろうと思ってます。なので、まだ距離計持ってない方とかも結構いると思うんで、どういうシーンでどこまで測って使うのかとかも参考にしていただけたらと思います。頑張ります。今回ゴルフバディさん使わせていただくんですけど、この特徴としては、韓国の2019年ゴルフ距離測定器部門大賞受賞ということで、消費者の推薦1位ブランドで世界的に有名な、ゴルフ測定器会社デカシステムと、韓国のゴルフゾーンさん、ゴルフゾーンさんってシミュレーションの出されてる会社ですよね。そこが合併し、両者の集約された業界ノウハウを、技術力もゴルフバディにもうそのままこうガチャンコして発売されたということで、それが消費者の支持1位にもつながってるっていうことなんですけど、結構ね、距離計もいろんな種類あって、みんなで測るとみんな違うみたいな、よくあるじゃないですか。私のとこは160だよ、いや俺のとこ150だよみたいな、そういうなんかこうね、いろいろメーカーさんありますけど、中でも正確性が高いというところが強みらしいので、そうですね、100切り終わって90切りたい、80切りたいっていう、より精度を求める方には非常にいいんじゃないかなと思います。まさに今の私にぴったりの距離計です。私的にはこの小ささがね、もうダントツ1位です。良さとしてはこれ、 iPhone の端末あるじゃないですか、こうです。結構ちっちゃいですよね、なんか4分の1ぐらいに見えるし、私の手の小ささって結構ね、地味に話題なんですけど、私の中で。で、全然こういう感じで持てるんで、今結構ね、小柄な女性も多いですから。でもかといって男性に不向きかっていうとそういうわけではなくて、腰につけてても本当に場所も取らないし、とにかくウェアの邪魔しない、これ大事じゃないですか。ここに今ね、カバーがついてるんですけど、見えます？この小ささってなかなかなくないですか？なので、結構、ね、ドーンってやつだとそれだけでやっぱコーディネートの雰囲気全部持ってかれちゃったりするんで、この小ささはそのメリットも大きいと思います。なんかこちらは女性用男性用関係ないユニセックスということで、でもなんかカバーのデザインもこれ白とグレージュなんですかね、なんかすごい大人っぽくて、個人的には今日のウェアにも雰囲気やっててめちゃくちゃ可愛いです。で、結構やっぱ距離計大きいの腰につけてるとスイングするときに気になるって人も結構いると思うんで、このサイズはね、個人的にめっちゃいい感じ。というわけで、ティーショットはこのホール絶対左ということで、パー5、456ヤードなんですけど、第1回目いきます。あ、めっちゃ映像綺麗、早っ。198で左のバンカーですね。映像がね、めちゃくちゃ綺麗です。よし、いきます。左ですよね、左。完璧。これはどこまで飛んだ？いい感じですかね。よしよしよし、行きましょう。はい、ということで1打目無事に行きました。私の成長をマネージャーさんにこの2年ずっと見守ってもらってるんですけど、そろそろ70代出ていいですよね。
そうなんですよね。70代への道っていうのを始めて、今ちょっと出そうな気配が最近までなかったんですけど、口だけにならないようにしていかなきゃいけないんで、まあ、最近ショットは良くなってきてるんですけど、まあ、コースで結構ハザードとかコースマップ見ないで打っちゃってありゃみたいなこといつもやってるんで、まあ、これを機に、ね、ちゃんといろいろ測りながら頑張らないとダメですね。次はどこから打てるんだろう。バンカーに入ってる。いや、これはマネジメントというよりかは飛びすぎた。はい、1打目バンカーに入りました。2打目はもうピーで出すだけにしたいと思います。次のバンカーに入れないように。うん、いいところ、フェアウェイに無事に行きました。こっからがめっちゃ大事。よし。いやでもハーフベストのまず30代っていうのも今目標の一つじゃないですか。結構なんかショット当たってんのに出ないっていうのはほぼマネジメントと縦距離の自分の認識のブレだったりするケースがほとんどなんで、まあ、そこをどうやって縮めていくかだと思うんですけど、いやいやいや、でもマネージャーさんから見て最近成長してるのは感じません？だいぶゴルファーにはなってきましたよね。あ、ここからは結構大事ですね。今バンカー越えのシチュエーションでいろいろ測るところがいっぱいあるので、これはアイアンでいけんのかな。ちなみにピンまで何ヤードぐらいだと思う？だと思う。私でも結構大きく見ちゃう癖があって、パッと見だと140-150あるように思うんですけど、多分実測115ぐらい。はい、だからこれ映像がめっちゃ綺麗。101。いや、ほんと100ヤードくらいが140ぐらいに見えるんですよ。あ、でも本当に100。ただ手前にバンカーいっぱいあるじゃないですか。一応手前のバンカーは63で超える、左は73で超える。 P か Q だな。お、筋ってない。ちょっと今、はい、薄かったですね。起き上がっちゃったし、スライスっぽい雰囲気出ました。でも今日は比較的ラウンド中寄せワン拾えてきてて、アプローチちょっとワッホーさん習ったりとかもして、あの距離合わせてちゃんと、なんならチップインしちゃおうかなぐらいの気持ちでいきます。ちょっと惜しかったですね。でもこれ以上大きい番手にするかも悩むんですけど、毎回最近ね比較的ショットは安定はしてきてるんで、あんまり保険をかけすぎないようにするようにしましたね。あー、こっからめっちゃ大事。こっから多分目視で30ピンまで。アプローチの距離感はそんなバグってないと思うんですよね。ちょっと待ってくださいね。あ、34。33ですよ。33ヤードなんですけど、落としどころをまず見に行く。90。このフックがきついんで、この辺までは来たい。からここからを測って引き算、12ヤードだから20ヤード分ぐらいキャリーさせたいなっていう計算。そうです、そうです、足し算引き算足し算引き算ですね。ちっちゃい、ちっちゃい。ちょっと今振り幅がちっちゃかったように、あー、ちっちゃい。
いやでもまだ可能性ありますから、パターの瀬戸春目指してますから。この前和穂さんに傾斜を先に見ろって言われたんで、これは結構上りが強いですね。上って見える上りのフックで、やばい何歩か忘れた、10歩って言ってた10歩って言ってた。やばい入れに行く気持ちがとんでもない強さで打ってしまった。危ない危ない危ない、ありがとうございます。いや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 、ボギーで上がりましたよ。敗因はですね、1打目のドライバーがちょっと飛びすぎたっていう、それと3打目の傾斜地からの100ヤードがちょっと精度が甘かったっていう感じではありますけど、まあボギーで回れたんで70代への道第一章、はい、もうそこで行きましょう。次行きますか、はい、そうですね、これじゃ終われないはい、続きましてパー3です。今ね測ってみると、ちょっと待ってよ、映像がめっちゃ綺麗なんですよ。これね129で出ますね。なので、まあ、7番アイアンぴったりで、今7番アイアン結構練習してるんでしっかり乗せたいなと思います。おお、筋ってる、来ちゃう。おお、多分バーディーパット打てますよ。あれめっちゃいいとこから打てる気がする。いやめちゃくちゃ練習してますから今7番アイアン。一時期シャンク地獄やばくて、7番の距離が残るのがもう本当に乱番の1回戦の時ぐらいがやばくて、多分私のシャンクめっちゃ見ましたよね。で球上がんないしペラペラするしトップするしだったんですけど、まあ、ドライバーの練習をほとんどやめて、練習の9割7番アイアンと9番アイアンやってます。出ました、これはワンピンぐらいかな。ちょっとキックがね、はい、そうですね。でも今パタレンもどれだけ疲れててもやるようにしてるんで、YouTube ライブで報告したあの月齢じゃないや、クラブ選手権予選行きましたってやつで魔の44パットやったじゃないですか。あの日からもう気合い締め直し上げてちゃんとやってるんで、なんとかね、まあバーディーを狙っていきたいと思います。取りましょう、取りましょう、へこましましょう。まず傾斜、相当勢いつきそうな感じがしますが、穏やかなすら、来ました、来ましたよ、ついに来ましたね、バーディー、いただきバーディーですけど、でもやっぱショットの精度と縦距離がやっぱ昔に比べたらこのブレが今これくらいに収まってきてるんですよ。で、まあ、もちろん多少ねさっきみたいにブレることはあるんですけど、なんか狙ってたとこととんでもないとこ行くっていうことが減ってきたので、見えてきましたね。ちょっともう一ホール行っちゃう、はい、ボギーバーディーだから、まあ、今イーブンですよね。3ホールイーブンでいけたらすごくないですか、うん、どうですか、その機械ですか、距離計。これなんかとにかく映像めちゃくちゃクリアなんですよ。覗いてびっくりして、なんか割とこうぼんやり望遠鏡みたいな感じで見るじゃないですか。視界がそのままクリアな感じで、なので多分ボール探しやすいと思います。例えばハザードまで合わせるのももちろんなんですけど、打ったボールどこまで飛んだかなとかを見つけるのにも多分いいと思うし、なんか個人的にはもうモノトーンが好きなので、あんまり距離計に色とか、個人的にはシックなデザインの方がどんなウェアにも合わせやすいかなって思うから、デザインもいいし当たるの早いし、結構ねこれ韓国の
メーカーさんなんですけど、ゴルフの距離計の測定器の対象を2019年に取ってるっていう風にお聞きして、でもすごいそれが納得できるような感じです。なんかゴルフのやってる方へのプレゼントにもすごい喜ばれるかなと思います。うん、とかコンペの景品とかでもそうですけど、男女どっちに当たっても歴がね浅くてもあのベテランの方でも使いやすいと思うんで、いやー今日天気もいいんでより映像がクリアに見えるっていう最高です。でもさっきちょうどプレゼントの話してたじゃないですか。もうすぐ父の日近いですよね。なんかこれをゴルフ始めた娘さんからお父さんにプレゼントして、なんかそれを機にちょっと一緒にゴルフ行こうよみたいな、めちゃくちゃ良くないですか。あのマネージャーさん、これ娘さんから大きくなってパパどうぞって言われたらゴルフ行きます？行っちゃうね行っちゃいますよね全部測ってあげちゃいますよね。いや大事ですよこのホール、ちゃんとしっかりパーにして皆様にいい報告できるように頑張りたいと思います。このホールは左ドッグ結構きつめのちょっと難易度高いホールって聞いたんですけど、あのしましまで、ちょっと待ってくださいね、しましまどこだ、あった、しましまで160で届きますね。だから170くらいか、160ヤードなので、まあ、あのしましまピンポイント狙い打ちます。ポールにまっしぐら、めっちゃポールじゃないですかいい感じに来てますよ。なんかそれこそ初期の頃に一人でのラウンド動画よく出してましたけど、まあひどかったですよねあの大きくマネージャーさんがうなずくっていう、あの100切りまでもそうですけど100切った後も大変だったし、まあ、そこからね最近はコラボしていただくケースとかがすごい増えてきたんで、割とその対決とかそのちょっとねバラエティ的なゴルフが皆様にお見せするのは多かったかなと思うんですけど、まあ、カメラ回ってないところではこういうガチなゴルフはずっとしてて、で競技も出て挑戦してみたりっていうのはやってたので、意外にそれを皆様にお届けできてなかったなっていうのもあったんで、これを機に私のねガチゴルフの動画も出していきたいと思います。見てください、狙ったピン方向にちゃんと行ってますね。こっからはセカンドすごいいいとこから打てる。さあこっからですよ、私的には150ヤードくらいに見えるんですこの距離が。でもカートの様子を伺うと100あるかないか。だから結構初心者で距離計持たないでゴルフしてスコア100切れない方いるじゃないですか。距離計はね持ってた方がいいです絶対に。93、わー94、一番ね打ちにくい距離なんですよこれが。さっきショートしたから、どう思います？ A か P なんですよ。でここがね今ね20ヤードぐらい空いちゃってて、でも上げてるんだよな、上げてって傾斜地だから P で短く持っていきます。つま先上がりだからグリーンのちょっと右を狙って、あー引っ掛けた、引っ掛けたやばいいやなんか微調整しようとして失敗したやつですこれ。最近まあつま先上がり下がりとかを意識はするようになったんですけど、そうするとやっぱ体止まって手がね意識がなんかこう何かを抑止することに走っちゃうんで、そうですね、はちゃめちゃゴルフ、はい、まあ、できるできないは別として、こう打ちたいっていうイメージは持てるようになってきたのは成長かもしれないですね。
前まではなんか打ってからあれみたいな、なんでってずっとやってましたけど、さあこっから寄せワンでライは悪くないです。そんなにここに着弾させたいから13ヤードキャリー、もうちょっと13、左すぎたよ、左すぎた、左に打たなきゃいけないっていう意識強すぎ問題まあまあまあ、これが入らないとは限りませんから。いけ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 、あー惜しい。いやータッチはいいです。最近ロングパットの距離感はだいぶ良くなってて、まあ、ここのホールボギーですけど、3ホールで1オーバーだからハーフ30台ペースですよこれはダメですかそういう解釈いやいいですよね、3ホールに1個ボギー取っていいって考えて、まあ、ボギーバーディーボギーなんで、いやいいペースじゃないですか、うん、なんかシャンクしたり OB しちゃったり、ペナルティーゾーンとかには一切今回3ホール行かなかったんで、割とまとまった大人のゴルフになってきてます。どうですか3ホール回るって。でも今回ここのゴルフ場初めて回らせていただくんで、結構難易度も比較的高いゴルフ場だと思うんですけど、割とねちゃんと測って、すぐにパッとできたので、撮影しながらでもすごいスムーズにいきましたし、まあ、それがちゃんと距離感が実測と合ってるから、まあ、今この1オーバー3ホール1オーバーっていう結果につながったと思います。成長してますかね。はい、なので今後もこのゴルフバディさん使って70台挑戦していきたいと思いますので、皆様引き続き応援いただけたら嬉しいです。もう10月までに出すって決めてるんで、もう絶対出します。乞うご期待。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで今回はゴルフバディさんの距離計を使って3ホール1人ラウンドの様子をお届けいたしました。ハーフ30台はもうすぐそこっていうところまで来ています。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。